九州は一つ。食肉加工職人田島正光、本場ドイツのコンテスト初出品で金賞受賞の快挙を達成した田島は、独特な製法でハム・ソーセージを作っている。匠の蔵、有明海に面する小さな田舎町、佐賀県太良町。その山あいに昨年移転した新社屋、シャルキュティエ田島を訪ねた。こんにちは、はじめまして。こんにちは、はじめまして。シャルキュティエ、すごく素敵な響きですけれども、フランス語で食肉加工職人という意味です。田島ハム工房という名前だったんですけれども、個性のある目立った名前にしたいなということで、敷地内には工場、事務所、そして直売所を構える。すごく大きいベーコンですとか、こちらは本当いろんなソーセージが並んでますね。アイテム的には50から60アイテムぐらいあるんですけど、田島はいろんな商品にチャレンジしている。中でもおすすめはこの肉フランクだ。最初はですね、少し薄めから、はい、あ、薄めに、はい、多分食べたらその意味が、うん、薄く薄く、はい、そっから、うん、私の知ってるソーセージと違うなんかお肉本当そのものって感じ。そうですね、肉肉しい。豚のタンを原料にして、でしかもあのミンチの芽をですね、これ20ミリの特注で作ってもらいまして、これはあのよそにはない肉肉しいゴリゴリ感を目指しました。肉肉しいってのは憎たらしい意味じゃなくてね。そうですね、お肉の肉肉ね。そうですね